どうも、コタロです。さあ、本日も始まりました、トップウォーターのジャンル別ルアー紹介動画編です。はい、今日はですね、大人気、皆さん大好きのね、ダブルスイッシャー編となってます。はい、まあ、大人気かどうかは知らんけど、まあまあまあ、でもまあダブルスイッシャーはみんな持ってるでしょみたいなね、感じです。いろんなね、メーカーからもダブルスイッシャー出てますし、で、昔はね、ずっとダブルスイッシャーシンキングモデルだったみたいな、もうかなり昔ですよ。もう最初のルアーできてきた頃はそうだったんじゃないかとも言われてますけどね。まあそんな中で、まあトップウォーターではなくてはならないルアーのね、一つに今なっててですね、まあダブルスイッシャー、僕はもうダブルスイッシャー釣れるイメージしかない。昔はダブルスイッシャーこんなジャー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 言うて釣れるんかってめっちゃ思ってましたけど、今はもう完全に釣れるイメージです、ダブルスイッシャーで。結構こういろんなこうバリエーション、うちはね、まあ、チェスト1丁としては、まあ、いろんなバリエーションがありましてですね、一応、まあ、まだ発売してないのも込みで、まあ、4つの種類が、あります、はい。で、まあまあ、1個ずつね、紹介していきたいと思いますけども、まずはチェスト1丁のですね、ダブルスイッシャー、このリッピングミノ、これが一番ショートボディかな。まあ、ちょっとファットで、まあ、長さも短めで、まあ、このリッピングミノが、まあ、特徴としてはこうターンがすごく、ターン性能に長けてるルアーですね。長くキャストしてその場でターンさせたいときは、リッピングミノを使います。で、まあ、この口もね、ちょっとした抵抗になってターンのさせやすさにもつながったりもしてるんですけれども、まあ、このリッピングミノ自体も実は本当はもう一個こう前の肩があって、それはもっとこう太くてこうポテッとした感じのルアーになるんですけど、まあこれがそれがまあリメイクされて今のこの形に、なってるわけですけども、まあこれが、チェスト1丁というダブルスイッシャーのターン性能に特化したルアーって感じですね。ピンポイントで誘うならこれっていう感じで、僕は使ってます。で、そして、まあ、次、ストライダーっていうね、次に、リピングの次に短いやつ、短いって言ってもね、まあまあ長さはあるんですけども、いろんなオールマイティに使いやすい、ダブルスイッシャーって感じかな、これは。で、これは、まあ、ジャークしても使える、まあターンもさせれるって感じで、結構ね、使い勝手のいいダブルスイッシャーに仕上がってます。で、まあ、チェスト1丁のね、まあ、最初説明できてなかったですけども、このプロペラスイッシャーのね、これもね、うち結構特徴的で、まあ、1ミリのですね、分厚いステンレスのね、バネ材っていうね、硬い素材を使ってて、だからこうガーンってぶつけてもペラがね、曲がるとかないんです。で、ペラは曲がらないけど、その代わりヒートにダメージ食らって曲がるとか、そういう感じでできてて、まあ、ペラはね、もうめちゃくちゃ強いです。さらにこうメッキとかもせずに、これもステンレスのバネ材をずっとこう研磨して磨き上げることで、フラッシング効果、ピカピカになってね、フラッシング効果も生み出すっていうね、感じのルアーになってます。それはね、このペラは全部のね、ルアーについてるんですけど、まあそういうとこかな、これは。で、まあこれはターン性能もジャークもオールマイティなルアーとして、ストライダーっていうね、このルアーがあります。で、まあペラのね、違いとしては、この、リッピングミノーはこのペラのひねりがね、ちょっと違うのが分かると思うんですけども、こんな感じの違い、まあよくあるスイッシャーのペラ的なひねりはこのストライダータイプの方なんですけど、この、リッピングミノーの方はどちらかというと扇風機の羽みたいなね、そういうひねりになります。これで、またちょっと違いも出てたりして、はい、楽しんでもらえるようにはなってます。で、まあその次に、長いの、長さで言ってますよ、短い順に今言ってますかね。その次に長いのがこのジャークダイバーっていうね、これはもう本当ね、名前の通りジャークするとダイブします。まあこれは本当にね、こうシルエット的にもスリムで、ジャークした時も綺麗にこうちょって突っ込むんで、まあ入って、でもまあね、このラインスラック使ってこうジャッてやってしまって、こうたるんだままのラインスラック戻すと、こうどうしてもね、フロントに拾いやすくなるんで、僕は結構そのジャークするときに
ビーリングを混ぜてチュッっていうのでこう巻きながらすることでこのフロントに拾いにくくなります。だからまあそういう、まあ、アクションさせ方をしたりしてですね、使ってもらうものになりますね。でこれはね3フッカーなんですよ。3つフックついてます。これまたちょっと男らしい感じでね、フックガガガッついて、もうデアデアデアって誘ってボーンって出るようなルアーです。これははい、これがまあジャークダイバーっていうルアーでね。でもう一つね、これはまだ名称決まってないんですけども、これずーっとテストしてる、もう何年もテストしてるダブルスイッシャーのプロットなんですけど、まあ、ジャークダイバーとはまたちょっと違うね、ジャークに特化したというか、ジャークで見せるようなルアーになります。で長さがね、ジャークダイバーよりも長いです。こう比べたらよう分かるけど結構長いでしょ。そうなんですよ。で結構ねこの長さがあって、まあこうジャークして誘って、でまあこれも結構の鳥海も出てて、まあ早く出してほしいですっていうご意見もねいただくんですけれども、なかなかチェストリリースのやつが結構遅いんで、でその中でまあ早く出さなあかんなと思って動いてるスイッシャーになります。でこれは本当にねこう長いんですけど、まあ、ジャークもできて、まあちょっとコツがいりますけど軽くターン性能もあったりしてですね、本当に武器になるルアーで、だから最近これを使うことが多い。そうだからアピールもこうちっちゃければいいってわけじゃなくて、こうでかくてフルサイズのアピールに反応するバスっていうのはね必ずいるんで、まあそういうバスをしっかり取っていく。だからサイズが結構大きかったりしますね、出てくれるのは。まあちっちゃいのも釣れますけど、だからまあそんな感じで、まあラインナップとしては揃えてて、ダブルスイッシャー一つ取っても、まあいろんなタイプのねダブルスイッシャーがあって、まあそれこそシンキングタイプのダブルスイッシャーみたいなのもあるし、まあほぼもう水面直下になるようなこう水面ちょっとこう波紋出てるかなぐらいのダブルスイッシャーもあれば、こうやって男らしくジャークで誘うようなねダブルスイッシャーもあって、ターンさせるダブルスイッシャーもあったりしてですね、まあそんな感じで幅広くねこう持ってているわだと思うので、だからまあこのうちのラインナップだけでももう4つの種類があるというルアーになります。でまあシチュエーション的にね、これどういうとこだったら、僕は結構ブッシュの横とかね、そういうとこは使うのが多いかな。まあこれもやっぱりその、まあ、トップウォーターである以上は、まあ、必須なんですけども、水面に誘い上げるっていう部分が大事で、だから深いとこから呼び出すためにジャッジャッジャッって言ってやってドンって出るみたいな時もあれば、着水してジャッって行くんじゃなくてチュラッチュラッって、もうほんとチュラチュラッっていう感じでね回すぐらいで、誘う時もあって、でまあうちのこの寺の真ん中に開いてる穴ちょっと大きめに作ってて、このカタ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 なるように回転した時になってるんで、まあそれもあって縦巻きでも誘い出してもできますし、まあ楽しんでもらえるルアーになってるんじゃないのかなと思います。はい、まあ、ダブルスイッシャーはねでも本当に持ってた方がいいですよ。楽しさが増す、誘い出すね。だからこう力強く誘って釣りたい、まあ、トップウォーターの、ね、理想じゃないですか。やっぱ激しくジャンジャンジャンドーンって、まあ、海外とかではねあるんですけど、日本ではなかなかねそんなバイトシーンで、ね、お目にかかることはなかなかないですけども、やっぱりその理想を求めて投げちゃいますよね、ダブルスイッシャーは。まあ、こんな感じで、まあ、ダブルスイッシャー編はね今回お話しさせていただきましたけども、まあ、いろんなバージョンのダブルスイッシャーを忍ばしておいた方がいいよっていう感じの動画です。はい、ね、今回のダブルスイッシャー編、いやーちょっとジャークしたくなったな、ダブルスイッシャーやっぱ釣れそうやなって思ってもらったらですね、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もしていきまして、Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらの方のフォローもしていただけたらなと思います。じゃあ皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ではな。